実際でも今って号切れて1週間ぐらいですか、どうですか、時代さんと孫さんのその号機の。俺号機は通常技がもう一個欲しかったなっていうのが、はい、リーチとか。そう、リーチです。リーチっすよ、ね、俺あのままでも良かったと思うんだけど、運びか入れ替えどっちかあれば結構違ったなっていう印象だね。だから現状やっぱり下がりながら戦うスタイルになるんだけど、弾は強いからね。そう、画面端がめっちゃ強いんだけど端の置き攻めは得られないっていう、なるほど。だ結局なんかその、ピョンピョン飛んで荒らすみたいな印象になってるかな。なるほど、そうなんだよな。いや結構やっぱ倒しきる能力が少ないね、持っていかんと。もちろん波動とかすげえ性能いいし、なんか通常技とかもそのカウンターの時にリターン取れたりとか結構いろいろあるんだけど、やっぱちょっときつそうなキャラはいるなっていう、パワーで押すしかないっていう時があるかなと。ただまあそれもなんかね、号機使ってる人たちのやり込み次第で変わる可能性もあるかもしれないけど、現状は安定させるのすごい難しいキャラだな。だからまあその安定させようとすると安定して負けちゃう。負ける。そう。だから剣とか竜とかみたいな似たような戦い方だとやられちゃう、ね。だから豪気なりの戦い方を見つけない限りは、そうですね、その劣化竜剣になっちゃうと思う。はいはいはい、でスト5の豪気の戦い方、スト4、スト5の豪気の戦い方が自分的にできるのは、今は剣の方だね。なるほどね。でもね、確かに梅さんとか今使ってるけど、確かに梅原さん豪気一瞬使ってたのよ、スト4の時に。それはスト6の今の豪気のスタイルにマッチするかもしれない、ね。でもね、竜いいと思いますよ、梅原さん。おお、あれね、結構いいかな。多分本当にルークと同じぐらいかもしれない、強さ的には。今の、竜か。そういったらじゃあボンちゃんも、いや、あるよ玉打ち。ある。いや、マジで第5スト扇風脚えぐい。あれ扇風脚やばいっすね。えぐい、あれやばいっすね。扇風脚マジで強い。制圧力すごいっすか。あれやっぱ端攻めがすげえ強い。そう、DJ のね、ソバットとか、そういうクラスになったと思う、結構強いね。いやだからまあ、でも新バージョンちょっと分かんないことがまだ多いね。自分が使ってるキャラに関しては大体総評出せるんだろうけど、やっぱ他のキャラがどう変わったとかっていうのはまだ抑えきれてないところが非常に多いので、いや多いよね。ただやっぱりバランスは丸くなったんだろうな。上はね、軒並み落ちてるし、だしその下の部類の、下の部類と分類されるキャラと上の部類と分類されるキャラの差が少ないね。相性で片付くレベル。今回挑戦班はなんか本当にそうだね。スト5はね、言うてあんまさ、上の方のキャラずっと上だしみたいなキャラいたじゃん。コンセプトが強くてみたいなあったけどね。ザンギとかね、今回相当上がったっしょ。でその代わりといっちゃなんだけど、変化なくて、ちょっとつまんない思いしてるキャラクターもいるんだけどね。やっぱ DJ とか、そうだね、マリーザとかも、そう、マリーザとかも、ね、ジュリーもちょっとやっぱり変更点全然ないから、ちょっとっていう。だ剣とかがかなりイレギュラーだね。そうだね、剣の粉塵少流って、僕は全然ね、使いこなしてなかったけど、知らなかったぐらいだからできるってこと。ただ今、ちょっと調べ直してみると、使うところ非常に多そう、海外でもザンギの評価、日本よりかはって感じだったな。でも、日本今すげえ騒がれてるじゃないですか、ザンギ。俺騒ぎすぎかなと思う。いろいろね、あれあるんですけど、強いんだけどね、もちろん。海外で騒いだったのがプロブレム X だけでしょ。プロブレム X とさ、エンディングウォーカーがさ、こぞってなんかザンギやってたじゃん。そうやっとって、次の大会はザンギ出すって、ネモさんも言ってましたけど、聞いて満面の笑みで、次はザンギだよっつって。でもね、ラシードの評価はマジで高かったです、海外。ラシードでもやっぱ相当俺も強いなと思う。こっちにヨーロッパにはまだいないのかな。そうっす、ヨーロッパにはね、デュアルケビンも JB もいるから、なんか全然5強入れてもいいぐらい強いんじゃろうなって今改めて思うっすね。個人的にやっぱコンバージョンすげえ来るなって思ってるのはやっぱエド。エドね、強いな。ラシード、いや、モダンエドが困ったな。あとやっぱね、俺結構キャミあるなってやっぱ思う。これ結構強いわ、やっぱ普通に強いと思う。もちろんちょっとなんかそのギャンブル要素すげえ高いんだけど、やっぱキャミすげえ強いなっていうのと、やっぱこの2キャラはまだまだ伸びしろはありそうですよね。強いなって思う。パワーあるね。
まあ、やっぱ小技のあのあるじゃないですか、補正取りっていう、うん、あれはまあやっぱ聞いとるし聞いとんですよ、うん、ラッシュ小足中足スパイクとかやっぱ減らんし、あの USR からの下段卓も減らんくなってるんで、うん、まあ、そこはあるんですけど、まあ、でも実践値がやっぱ高いっていうのもあるし、受け止めも強いけ走ったら、そうね、まあ、あとガイルとかっていうのもあったんだけど、ガイルやっぱその俺が使ってるキャラがやっぱ嫌だから、うん、ちょっと強いように思えてたけど、多分ガイルが嫌なキャラも割といる、まあ、マリーザ、ダルシム、そうエドとか、うん、エド、ダルシム、マリーザ、エド嫌なんだ、うん、あとザンギも嫌らしいから、うん、秋とかはちょっと分かんないけど、えザンギやばい、ダイパンぶん回されたけど、ツムそうなんだ、そうって考えると騒がれてるけど勝てるキャラにはちょっとひどいけど、うん、まあ、勝てないキャラにはやっぱりまだみたいなところはあるんじゃないかな、まあ、まあその、なんていうのかな、ガイルか、うん、ガイルとかそうだし、でこの2キャラに対していけるエドとか、うん、っていうのは結構いいんじゃないかなっていう、うん、まあ、剣もそこに入りそうだし、まあ、剣、チュンリー、ガイルあたりが同じポジションとかそういう感じなのかな、分かんないけど、まあ、丸く今回の剣は本当に丸く上の嫌だなと思ってたキャラがやっぱりちょっと弱くなってるから、まあ、現状はやっぱその剣、チュンリー、まあ、あとジュリとかも多分まあ今結構そこら辺に行ったかなっていう感じはするけどね、リュウとか良さそうだけどな、ちょっと使いたさあるんだよな、旋風脚やばいよマジで、あれはやばいっす、そうなんだ、あれめっちゃおもろくなってると思う、まずダイゴスプラ3なのがやばくて、うん、やっぱね3と2でかなりの格差があって、うん、これ何かっていうとプラ3取った後に小技やるじゃん、うん、4フレ技、うん、ジャスパ取られる可能性あるじゃん、はいはい、6フレ技やった時にジャスパ取れなくなるんだ、だ2択が発生する、はい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 、同じ暴れ潰しなんだけど小技で潰すのか中技で潰すのかで、うん、そのジャスパの択が発生するから結構それもまた良くて、だからプラ2でも同じじゃない、えプラ2でも同じじゃない2はね相打ちになっちゃったりとかするし、でプラ2の時もだから2フレ差がついてないといけないから、うん、まず中パンが選択しにくいじゃん、相打ちになっちゃうから、そう相打ちになっちゃうから、なるほど、うん、だから5フレと4フレでしかできなくなっちゃう、うん、って考えるとやっぱそのプラ3だと全然違うっていう、うん、なるほどね、ただ波動拳を生かしにくいこのキャラ、やっぱ豪鬼もそうなんだけど、やっぱ波動拳単品で戦うっていうシーンが多すぎて、うん、それはやっぱり龍もそうなんだ、やっぱそのイヤーワンが始まったところ、龍はまさにでもそうかそんなキャラだよね、やっぱ弾を生かしづらいキャラクター、豪鬼も結構やっぱ弾生かしづらいね、すごい、うん、単品はやっぱり両方とも性能はいいんだけど生かしづらいなという印象だな、剣はこの2人よりも弾の性能は良くないんだけどめっちゃ活かしやすい、うん、通常技はやっぱ強いからね、うん、ら通常技 そしてやっぱラッシュの性能、うん、あそうここら辺だよね、まあ、あとはね結構ピンポイントでここら辺もね、ああね、ダルシムいいんじゃないか、さっき言っただからザンギとかガイルもいけんじゃない、そうそうそう、ここら辺にいけんの結構やっぱでかいし、うん、ちょっとエドとかわかんないけどね、うん、ただラシードきついらしいけど、ダルシム、うん、あれ一番有利は俺ダルシムだと思って、あそうなんだ、うん、あとやっぱ道義系にも俺はやっぱ豪気使ってて誰しもかなりきつさ感じたから、あ、うん、豪気がやっぱ意外とそのリリーもしんどいって言ってましたよ、カーノリリーやだね、いやてかマノンもやっぱ俺もちょっときついと思うもん、あマノンはね、うん、ちょっと現状の攻略だときついなと思うキャラは割といる、うん、まあ、使い方によってはマノンはね全然強いと思うけど、うん、やっぱちょっと一本で勝ち上がるのはなかなか難しそうな感じするな、うん、まあワンポイントでっていう感じよね、うん、いやキャミーとかにはまあいけそうな感じはやっぱりあるし、だからそうこの2キャラにいけるやっぱキャミーが結構いいんじゃねえかなっていう、うん、やっぱラシードエドに対しては多分キャミーってはっきりと有利かなっていう感じはするしね、まあでもそれでもねやっぱ上からの攻めとか、うん、結構こっちが準備してないとっていうのはあるんで、うん、もうトゲトとかもう全部剣でいくって感じ、いや今わかんないね、ただ剣と豪気の両立はマジで難しいなと思ってる、うん、だ今 やるとコンボが、うん、この2キャラはシナジーはないから、そう、うん、俺は問題はそこだと思うね、タイプは似てるから難しいよね、これ使い分ける理由が現状はないから、まあ、うん、ただまず豪気がはっきりと有利なキャラってのが今ちょっとわかんないよね、これ何なんだろうな、取る感じ豪気より剣の方がきついです、ちなみにラシード俺もさ、うん、俺もあでもジュリやってるとちょっと豪気の方が嫌だなって時もある、あやっぱねさすがに剣じゃないジュリは、いや上がきついね、あやっぱそのまあまあそこは一個の要素なんだろうな、百鬼嵐がね、うん、まあまあまあ、まあ、どうしても卓になっちゃって、うん、まあ荒らされるときついんやろなっていうのはラシードも思うんですよやっぱ、うん、残空で百鬼でさすがに連動に差がありすぎてどっちがどっちに行けるとかっていうのはなさそうだけどな、うん、ただ一個基準として上の攻めが有効なキャラクターには
まあ、合計出しやすいんだろうね。まあそうだね、うん、JP とかね。いや近づけねえんだけど JP。 でもジャンプで近づくんじゃない。残空で近づけんだったらそれでいけるんじゃない。まあ確かに、うん、そうだね、うんうん、だからその上からの攻めは割と無限の可能性秘めてるかなっていう感じではある、うん、難しいよね。そうだね。